女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス最終日、26日、兵庫、関西 GC イコール6545ヤードパー72。1打差2位から出た岩井名愛秋江、21、イコール本イコールが7バーディー。3ボギーの68で回り、通算15アンダーで3打差をつけて逆転。 昨年9月以来の今季初、通算4勝目で双子の妹、千里、千里、との合計勝利数を10とした。ツアーでは福島秋子、ろ子姉妹に次ぐ2組目の姉妹2桁優勝に到達。2年連続出場となる海外メジャー、全米女子オープン、30日開幕ペンシルベニア州に向けて、 世界で活躍できるように頑張りたいと飛躍を誓った。勝負の後半に底力を示した。岩井明は後半に4バーディーを重ねた。12番でトップの金沢シナ、28、を逆転。自分のプレーに集中した。終わってみれば3差の解消に、今年まず1勝したかった。嬉しいのと、ほっとした気持ちがあると安藤の笑み。 21年6月に姉妹揃ってプロ入りし、22年8月に妹、千里が一気に2連勝。自身は昨年4月の初部位から4勝目を手にし、2人で10勝もしてるんだ。とこの日、目を丸くした。今季2勝の妹に対し、焦りも少しあった。と言い、自分も頑張らなきゃと奮起し、12戦目で今季初部位を手にした。 2月中旬のアジア点線から秋秋なし、2週前に疲労から体調を崩し、2日間クラブも握らず、朝、昼、晩と寝ていた、という。前週5位と調子を上げ、今週は気持ちよく触れていると平均飛距離260、75ヤードは2位、パーオン率は約85%で1位と完全復活した。 初の4日間大会 V で自信をつけた。予選落ちした昨年の雪辱を期す次週の全米女子オープンへ、チャレンジャーとして行きたい。千里と二人で盛り上げて、世界で活躍できるようにと意気込んだ。米国行きの荷造りはすでに完了。即席の味噌汁も携え、思う存分力を発揮する。